ちょっと最初だったから段取り悪かったけど、高山ガールズバー多すぎだろ。でしょ。この絵っていうのは即興で描いてくれる感じ。即興ライブで描く。でもモテますか、ギター買ったら。あ、モテるモテる。なんかいりますかね。はい、ありがとう。あ、全然大丈夫ですよ。多分大丈夫だと思うんですけどね。まあ、多分言われたとしても、多分測りに来るんですけど、多分全然大丈夫だと思うんですけど。測りに来るんだ。うん、私のコンセプト。結構いろんなところでやられたりする。でもそう、いろんなところでやるんだけど、でもやっぱり原点っていうか、私の歌っていうのは一般的ではないんですよ。言葉が全部文語体なんです。いわゆる大和言葉なんですよ。ああ、もう昔の言葉。はい。だから、路上で100人に1人とか1000人に1人の人が分かってくれたらいいかなって。ああ、なるほど。聞きには来てくれるけど、みんな分からずに帰ってしまう。よかったです。なんか、なんかやっぱあんまり僕わかんないですけど、はい、なんかそのお経みたいな感じで、最後の部分はなんか昔のなんか薬草喩品というお経です。で、今ちょっと最初だったから段取り悪かったけど、こうやって今の歌が定家かずらっていう歌です。あ、なるほど。まあ大体、まあ、でもこれも自分で書かれたんですか。はい。すごい。ここに今日おっちゃん来てないですよね、まだ。来てないよ。ですよね。だから今年帰ろうかと思ったけど、もう挨拶して帰ろうと思って。ですよね、多分。今日は来ないの。でも荷物だけ置いてますね。多分自転車でどっか行ってんじゃないですかね。何の人なんですか。似顔絵描きとか、ギター弾いたりとか。昨日もね、
いましたよね。ずっと毎日おるんですよ。僕名古屋から来たんで。そうなんです。全然わかんないですけど。いや、いいですよ。こういうなんかあんまないんで。岡山はガールズバー多すぎだ。でしょう。向こうにもあるし、向こうにもあるし。どういう文化？どういう文化？そうでしょう。ギター弾けます？ギターですか？ギター弾けないです。この絵っていうのは即興で描いてくれる感じ？即興ライブで描く。その上がド。これどうする？ド。下がレ。もう適当にやるお、うん、なんか言ってやがってもなるしな。いや、すごいギターする。いや、500円だった。500円、ギター500円間違えてクラシックギターかなと思って。でもこの間もう本当めげる寸前で1万円で直したところで。あ、1万円。1万円直した。そこがもう剥がれるところだった。そこがビーって、そこの弦を止めてる木が、めくれちゃってさ、剥がれる寸前だった。新しいですね。ボンドで止めたんや。ボンドで。でもモテますか、ギター買ったの。モテますか、やっぱり。女の子に。はい。どうかな、俺は別にモテてない。いや、モテるモテる。モテますかね。それは女の子もギターやりたいから、ね、ああ。教えてあげれる。あ、音楽の力で。そう。あ、形だけでもね。うん。あ、様になってる。ああ、いいですね。なんか言いますかね。言葉言います。今日は水曜日でも頑張るしかないんですよ。ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。